改めましてこんにちは、空腹地獄バンドハラヘルズです。楽しみましょう。次は私の苦手な野菜の歌をやります。野菜地獄。主役は不向きの名脇役、チャーハン、シューマイ、カニ玉、ステーキ、メインを邪魔せず彩り添える。ピッピグリーンピース、ピッピグリーンピース、ピッピグリーンピース。子供の大敵野菜のボス、案外中身がすっからかん。昔使ったあの言葉、野菜地獄、パッキンベジタボー。野菜が食べれない、こんな年なのに、ファミレスのオムライス、グリーンピースよけるの。野菜が食べれない、こんな年なのに、友達終わるんですけどそうなんです。ここで皆さんお待ちかねのね待たせてすいませんけどお待ちかねのお待ちかねの琉球アイドルちゃんとのコラボをしたいと思いますので、はい、私がせーのって言ったらみんなでみんなでリュードルちゃんって三栄のね、あれみたいにねアンパンマン呼ぶときみたいに あれかお姉さんが声かけてくれるやつ。そうそう、それしましょうね。ちょっともう声がカサカサなってきたからみんなの声を貸してください。はい、せーの、リュードルちゃん。はい、かわいいね。すごいすごい。
ごいね。すごいね。すごいね。改めまして、琉球アイドルの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、慣れなくて。慣れなくて。やばい、緊張してる。そうですね。どうしよう。はい、本日はですね、満腹ポーク卵ということで、ハラヘルズさんと琉球アイドルのツーマンライブなんですけれども、はい。はい、コラボということで、この日のために、はい、新しくね、曲を制作したんです。イエイ、はい、すごいね、本当に。うん、そう。で、なんと、作曲がハラヘルズさん。はい、私が、はい、ラーメン丸が作りまして、はい、していただいて、はい、で歌詞は、はい、私が書いて、はい、毎中央が、はい、でなんとこの振り付けが園田がそう、すごいね、なんか新しい、なんか初めてかもね、こういうの。みんなでいろんな一つの曲をこうやって作るってすごい初めて、初めてだった、うん、ね、ドキドキでしたね、うん、ドキドキでしたね。どうしよう、なんかやばい、はいはい、そうだな、どうしよう、どんな感じで曲を作っていただけたのかっていうのをすごい聞きたくてね、なんかご飯の一緒にやるから、はい、ハラヘルズとしてはご飯の歌作りたいなってなって、はい、ポーク卵まだやってないかもって、はい、黒沢さんが一緒にカレー屋さんでね打ち合わせして浮かんで、すごい、で一緒に作ろうってなって、なんかダンスする曲作ったことないから、でもリュードルちゃんのライブは見てたんで、やってました、あのみんなが踊ってるのを脳に浮かべらせながら作りましたすいません、大丈夫ですかちょっとマイチューが上手すぎて喋ってほしい、あ、どうしよう、私もめちゃくちゃ今緊張してて、で全然喋れないのすごい出てる、どうしようってめっちゃ焦ってます今でもすごい、なんかこの曲を、うん、音源いただいた時にすごいなんか、うん、なんだろう、ふわふわでなんかね、かわいい、なんかいいよね、なんだろう、心温まる、あったかぽかぽみたいな感じで私たちもすごいテンション上がりましたよね、本当に素敵な曲いただいたと思って、すごいね、みんなでお互いよかったです ね, ね、本当にでもすごいね、なんか可愛くて素敵な曲、リュードル、なんかすごい作ってもらって、で私が作詞してみたいな、まいちゅうさんはどんな感じで作詞したんですか、そうだな、難しいな、難しいな、どうしよう、難しいな作詞、でもなんかポーク卵ってなんかどういう感じ、なんかおにぎりね、どういう感じかなってなんか連想してて、はい、そう、なんか作った、うん、難しかった、でもちょっと、でもなんかすごい歌詞もまいちゅうさんは全開じゃないですけど、なんかなんか今までにヤギとかそばの歌とかリュウルもって大丈夫、なんかねちょっと調子悪いな、大丈夫、苦しんでる誰かと、マイク大丈夫じゃないかも、はい、そうね、なんかヤギ汁とかはねすごいなんかなんか似たようなね雰囲気の本当なんか前回すごい好きでした。よかったね、振りもはるかが考えてきてね。振り付けなんかでもすごい、なんか振り付けはなんか、うん、なんだろう、そんなに激しくない曲で本当に可愛らしい曲だったから、うんうん、なんか私が作るってなるとちょっとなんかポップにはできないなって思って、うん、なんかわかる、なんかそう、なんかそういうポップな、なんて言うんだろう。なんか面白みのある感じの振り付けを考えるのにははるかの方がいいなと思ったからお願いしたありがとうございます。 でそしたらね、なんか割とよくなんかみんなにもなんかできるような振り付けに今回はなってて、うん、そうだからサビだけでもね一緒に踊れたらいいなって思っててね、はるかね、そう今からさレクチャーをはるかがしてくれるんで、のでじゃああかりさんに歌ってもらって、急にそうなの、はい、全然さ
立ってても座っててもできる振り付け、うん、だからみんなできる。あ、立ってもらっても大丈夫、うん、立ってもいいよ。マイク真似してほしい、うん、そうです、真似してほしいね。みんなできるよこれ、うん、みんなできるから。で今からね、誰かがレクチャーしてくれるから、ぜひハビ真似して、ハビの振りをみんなで一緒にやってほしいんですけど。はい、はい、今からはるかがレクチャー講座を。じゃあはるかみんな注目してもらって、はい、大丈夫ですか？急に体を動かして痛いとかないですか？大丈夫、なんか体操程度の振り付けだから大丈夫。今から準備運動で。そうそう、リュードルにとってはこれが準備運動みたいなね。ああ、はい、どうぞ。いいよ、ゆっくりね。歌ってからの方がいいの？今から教えるのがね、サビのところの振りなのかな。普通にさ、よ、せー、いきます。せーの、ほーかほーかご、キーラ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 、パッタン、仲良しのメイク、お友達、ギュッと詰まった、ギュッギュッ、幸せな味、握る、ぐるぐるぐる、ポーク卵おにぎり、もう一回挟む。みんな今のが一応一連の流れです。サビ全部これだから簡単。もう一回ゆっくりやろう。めっちゃ早かった、うん、ごめんなさい。私後ろ向いてあげるじゃん、はい、後ろ見てわかるかな。でもね、そうだね、鏡になってるからね、うん、私たち。あ、確かに、うん、もう一回ゆっくりやってみようかな、はい、いきます。せーの、右左、キラ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 、パッタンパッタン、ソウルのお友達、ぎゅっと詰まった、ぎゅーぎゅー、幸せな味、回して、ポーク卵持ってるよこれ、ぐるぐるぐる、ポーク卵おにぎり、ポーズできた。できた、右が上ね。これね、ポーズ大事だよ、決めポーズ。そうそう、何も体いらないから普通に前出してこうね。だからお座りしててもできる、誰でもできるから、はい、簡単だからね。ありがとうございます、はい、やってほしいな、はい、お願いします。いっぱい真似してください。大丈夫かなみんな。みんなのことね、でも上手だったから ね上手です。ぜひね、お座りしてる方も一緒にやってもらって、サビ全部これだから多分、うん、もう覚えられる、うん、いけるいける、はい、じゃあそんな感じで、はい、はい、いきますか。いきますか。ドキドキしてる。はい、ちなみに、あ、曲名言ってなかったね。ああ、そうだ。曲名が、今日の、ライブのタイトルの満腹ポーク卵がこの曲のコラボ曲のタイトルです。イエイ、満腹ポーク卵。はい、というわけで、おお、すごい。じゃあ早速いいですかね。大丈夫ですか。はい、わ、うわ、いきますよ。それでは満腹満腹すごい緊張してる。どうしよう。満腹ポーク卵聞いてください。せーの、ポーク卵おにぎり。ほかほかご飯に挟まれて、仲良しな名コンビ、ゆうとくまさん、幸せなリーグ、ポーク卵おにぎり、どうぞ。ふわりふかふかな優しい、
こやんダンス、しわどあげません。あげれなかったね。あげなかった。そもそも持っとらんかったやろ。二人持ってなかった。みんなもね持ってるよかな。いいね。どうでしたかね。いいどうでした。どう？あー持ってる。あー拍手もらった。嬉しい。よかった。ありがとうございます。緊張した。食べたよって。わあどうでした。すごい緊張しちゃった私。私が歌うとこでみんながこうやるじゃないですか。今日リハで初めて会ったからめちゃくちゃ爆笑してた。よく頑張って耐えて歌ったなと思って。拍手ですよ。めっちゃ拍手。本当に今日のコラボぶっつけぶっつけではないか、リハ今日リハで初めて合わせて、うん、そうですね。でなんか振り付けとかもねなんか多分生で見るのは多分初めてだったんで、うん、私たちがこうやってケチャ、うん、なんかギャグでしかやられたことない。これが現場でございます。そうだね。これが生きててよかった。はい、そんな感じでありがとうございます。はい、あ、いやいや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。楽しめましたかね。はい、よかった。いや緊張したわ。はい。というわけでこの後は琉球アイドルのライブがありますのでね、最後まで楽しんでいってほしいなって思います。はい、
燃え上がれ。君の幸せが使命のアイドルなら、光が鳴ったなら、愛と溢れなせ。君のスマイルが進化のアイドル、弾むビートにチームのトン、ときめききらめかせ、めくり合う奇跡をバシバシ舞い。まだ行くぞ、行くよ、さあ